いらっしゃい、フニミだ。今日は韓国と日本のその家の差をちょっと話してみようかなと思っています。韓国と日本の家の差はですね、簡単に言ったらこの2つがあります。日本、これは家の問題じゃなくて国の問題なんですけど、日本は韓国より4倍広い、でも人は2倍多い、なので2倍ぐらい韓国より広いんです。理解できたんですね。国は4倍でかいけど人は2倍でかいから、やってみたら2倍でかいんですね、日本が。あら、들었다고요、あら、들었다고요。で、日本は地震が多い、はい、この2つから始まって、ちょっと韓国と日本の建築がちょっと違い、建築物がちょっと違うと思いますね。韓国の家がもっと日本より暖かいんです。一般的に見た時、韓国がもっと暖かいです。その理由が、韓国はそのこう家がこうあったら、この下にお湯が通る道を作りますよ。作ってそこでお湯がこう流れるように作りますよ。それが韓国の暖房方法です。でも日本は、まあ、エアコンみたいに暖房機械でピープする家がちょっと多いんですね。まあそういうことで韓国の家がもっと暖かいんです。でその暖かいのがこうエアコンみたいな暖房機でやったら、ちょっとなんていうか、無理やり暖かいとか熱い空気を入れて全体的に喧騒するし、ちょっとおかしいんですけど、韓国は下が暖かいから普通に全部暖かいんです。家、その家が、でそれは多分僕の思いで、僕の考えは日本地震が多いからそれができないと思いますね。まあ家の下にお湯がこう取っているね、地震あったらもう水プシ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 、もうお湯プワプワかけて、もうなのでそうなっていると思います。そしてもう一つは、韓国の家は、韓国ではアパートと言いますけど、日本で見たらマンションですね。こう長くみんなが住めるような家が多いんです。韓国狭いから、狭いのにさらにみんなソウルに住みたいからそう作りますよ。で一番普通なそのマンション、韓国でアパートが15階、このぐらいが一番普通ですね。でそんなアパートマンションも、でも下にそのお湯が通ることは全部あって、全部暖かいんです。寒いのはソウルがここより、関西より寒いんですよ。でもさ、家おったら、寒いんですよ、リオ。まあなので韓国の家がもっと暖かい。だが韓国はほぼマンションに住んでいる、マイホームだから、住宅がない人が多いんですよ。韓国からマイホームを持っている人があんまないんですよ。それ本当に羨ましいですね。日本はちょっと道歩いてみたら全部自分の家じゃないんですか。なんか20年ぐらい住んどった、自分の家族がずっとそこに住んどった、そんな家がないんですね。で僕もそうやったし、僕の友達もそうやし、日本遊びに来てびっくりするのが、韓国でもクレヨンしんちゃんが人気ありますけど、そのクレヨンしんちゃんに出る家が本当に道にたくさんあるのを見てびっくりしますよ。ほんまに、ほんまにそうですよ。僕もそうやったし、で一応大きく見たらその2つが、韓国と日本の家が、家の違いです。どっちが好きかと選んでみたら、僕はですね、2000 years later 難しいですね。これちょっと難しいです、ほんまに。あー、もう無理無理、できないですよまあどこでもいいんじゃないんですかどこでもなんか住めるところがあったら、寝れるなんか作業ができるところがあったら、僕はそこで大丈夫です。まあどんだけ悪い部屋とか家でも僕は全然大丈夫です
じゃあ今日はここまででした。はい、日本と韓国家がちょっと違いますけど、まあ大事なのはその家がどんだけ綺麗なのかじゃないかと思いますね。どんだけいい部屋に住んでも僕みたいに汚く住んだらそれはまあいい部屋と家と呼べないですね。はい、今日はここまででした。皆さん、アンニョー。